資料受付から報告書作成、資料廃棄までバーコードを使ってデータ連携できるシステムが導入されました。バーコードを使うことによってパソコン上で一目で廃棄していいかどうかの判断ができるようになったのはすごく残業時間が減ったのではないかなと思います。スマホでスケジュールを確認できるシステムが導入されました。今までは関係者に電話をして確認を取っていたのですが、このシステムを導入されてからは現場ですぐに確認できるようになり、働きやすくなりました。短時間勤務制度を利用できる期間が小学校3年生まで延長されました。お疲れ様でした。仕事終わりに娘の迎えに行って、一緒に帰って早く家事を済ませることができているので助かっています。